不動産住宅情報サイトを運営するライフルは実際の物件に問い合わせがあった数から算出した2023年住みたい街ランキングを発表しました首都圏で買って住みたい街の1位は4年連続で東京都中央区の勝どき駅でした一方、借りて住みたい街の1位は3年連続で神奈川県の本厚木駅でした ライフルでは物価高の防衛策として家計に占める割合が大きい住居費を抑える目的もあり今後も都心から郊外へという動きが続くと見ています。